竹原春仙が絵本百物語より三地乳三地乳は江戸時代の祈談集絵本百物語にある日本の妖怪。絵本百物語の挿絵では猿に似た姿で口先が尖った姿で描かれている。同書本文によればコウモリが年を取るとノブスマという妖怪になり、さらに年を取ると三地乳になり、山中に隠れ住むという。この三地乳は 眠っている人間の寝息を吸い取り、その様子を他の誰かに見られていれば、寝息を吸われた者の寿命が伸びるが、誰にも見られていなければ、その者は翌日に死んでしまうという。これによって実際に寿命が伸びたり死んだりした者はいないが、土地によっては誰もがこの産地入を恐れているのだという。宮間ではこれを悟り界というとあるが、これは中部地方の妖怪として知られる。 サトシと同一視されたものと見られている。また、絵本百物語の差し絵中の文章によれば、三智乳は、欧州に多くいるもので、寝息を吸った者の胸を叩き、叩かれた者は、死ぬが、前述同様にその様子を誰かが見ていると、吸われた者は、長寿を得るという。絵本百物語では、三智乳は、欧州の妖怪とされているものの、他の書物や伝承に、 産地乳の名は確認されていない。ありがとうございます。